じゃあちょっと探索も兼ねて本館かなこっちちょっと戻りましょうか解体室に行ってなんか保安官を探せみたいなそんなこと言ってましたけどでね鍵もカラスの鍵を手に入れたんでこのカラスの鍵で開く扉が多分増えてるはずなよねだからそのカラスの鍵も開けてちょっと探索もしつつ、えー、解体室に向かうとそういう流れだと思うんです多分解体室こっちやんねで あーこれ、蛇の鍵か。だからカラス、蛇、サソリって三つあるのね。うん。その三つを使って、開けて、ああれあれこんなことになってなかったよね。これ何これちょっと待って。あの、武器はね、いくつか持ってきたのよ、これ。えー、どうしよう。とりあえずハンドガンでちょっとひるませるっていう意味でもちょっとこれ使おうか。えこれ蛇やな。あれカラスの鍵 え、じゃあね、あの、うにゃうにゃしたクリーチャーみたいなやつおるってことちょっとずつ変わってくんのね。これよくあるね。こういうのね。ああ、でもないな。まあまあいいわ。ちょっと解体室はどうやって行ったかな。あ、違うわ。こっちじゃないわ。下や。下の、多分この扉からじゃないかな。なんかこっから戻ってきた気がする。ここや。 ああ、ここっぽい、ここっぽい。あ、こっち、こっち、そう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 ,そう。あ、待って。なんか開けれる扉ないかな全然覚えてないねんけど。あーでもこっちは行けない。あそうだね、こっちは行けないから。なんか途中でカラスの鍵なかったかなくらい。これ。待って、これどういうことけこれで。なんか作業場とかの方がいけへんねな、ずっとな。絶対出てくるね、これね。 間違いないわ。あれ、電気ついてた気がするねんけどな。で、そうそう、で、ここが開かへんねん。そう。でも向こう側から施錠ってったってこれ、これ繋がってる場所がないからさ、これだって向こう側には行けないよ、これ。なあ。まあちょっと解体していきましょう。多分ここを通り抜けていったはずねん。で、出てくるはずねん、ここ。出ててるぞ。出ててるぞ。なんかくちゃくちゃいってるぞ。へっちおおばあちゃん何してんなこのとこ危ないよ、ここ。 なあ、すぐガタガタ言ってるけど、あの、おばあちゃん、ここ危ない、なんか変なクリーチャー出てくる、ここ、逃げた方がいいよ、おばあちゃん、な、なんの音や、ね、な、ガタ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 言ってんの、この下かあ、そうやねここやな、だから保安官、あれ、保安官の下、あそこなかったあれっていうか、こんな暗くなかったよね。あ、ここ、明かりついてるわ。 おおおおおーあおあおおおお、あーあ,ーあ,ーあーでで、え、ちょ待って、なんか新しいえ、な、なんだお前なんだお前はちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょ、ショットガン使って方がいい。ちょ、おい死んだえ、なんか新しいの。でもなんか見たことある。これなんかあるやんな。最初のバイオハザードの一番最初から出てくる。なんかあの、んんこれジャックじゃないよな。あの、なんかね、あの天井を這う、こういうやつ。 出てきたわとりあえずショットガン一発で死んだ持ってきといてよかったこれ何なんこいつなんかどんどんいや,いや結局さそのまあミアが連れ去られたりとかねそのゾイがいなくなったりとかそういうストーリーは分かんねいけどあの結局これがこれがなん何なのかっていうのが全く分かってないよねまだねであの解体室のあの保安官がいないんですけど保安官保安官あってもう死んでるけどあれ死体やけどさ え、どうなってるのこれ。また出てくんじゃんちょっとショットガンい除しとこう。これがいや、違うな。これじゃないよね。いよいよホラーやなでもね、全体的には雰囲気が好きやね。あの、BGM がすごい少なくて、あとね、すごい環境音がね、すごいなんか、しっかり作られてるというか、まあやっぱりね、そういうゲームやから、まあこれわかへんな,いな。うん。なんか、すごい、 世界観とか雰囲気はすごい没入できるね。面白いね。で、結局どうしたらいいのよ。あれ保安官の死体がだってないよ。あ、ちゃうわ。こっちか。ここ、ここ。ここの中に、暗い、暗いわ。あった。あるけどちょっと、なんか、大丈夫うわーみたいになれへんはい。これはあ、あ、これヘビの鍵じゃん。ヘビの鍵来た。保安官。 先生、ゼイゼイ頑張れ、いいさ。もう喋れてないですよ。だからとかか、あがいて。<laughs> 全然喋れてない。もう <laughs> はい、蛇の鍵。じゃ、これでだいぶいけん場所行ける。おーお,ーお,ーおー、おし、ショットガンぞ、こっちは。ええー、ま一発でやれるなら。一発でやれるなら、まあ、まあ、まだいいかなショットガンの弾をだいぶ貯めてたからな。一発で倒せるなら、まだいいですけど。 で、この下に確か蛇の鍵の場所があったような、これね。切た、これで全部揃ったよ。よし。ちょ、もうこの暗い中開けの嫌やねんけど、ちょっと電気つけてもう、電気つけて。この先は何なんかもう変な音がいっぱいしてねんって、周りで。なんかぐちゃぐちゃ,ぐちゃ言うてね、ぐちゃぐちゃ。 これは場所で言うと、焼却炉に繋がってるのかあ、ここ来たやん。これショートカットやん、これ、ただの。ここだって来たもんね、前。なんか音がする。すごい音がする。すごい音がする。何出てくるなら出てきて。出てくるなら出てきて。<laughs> ててきておおそういうパターンね、もうやめよう、もうそれ。お前は。まだ死んでない死んだ もう、向こう側におるパターンね。はいはい。待って、思ってんけどさ、この作業場っていう場所さ、多分な、内側からバーン出てくるんちゃう。だからちょっと待ってりゃいいんちゃうの。逆に。この状況やったらなんか内側から出てきそう。で、まあ今、蛇の鍵手に入ったから戻んねんけど、ちょっと作業場だけ気になるんだゃあそこ。こっちおらへんおらへんな。これ近づいたら出てくるんちゃう。出てけへん。 これ気になるわぁ。潰すとか無理いや、無理か。玉もったいないな。多分潰すは無理やろなええー、わ、じゃあ戻ろう。ちょ蛇の鍵で開く場所がいっぱいあるのよ。ちょっとそこを全部。っていうかもう全部の場所開くのよ。ちょっと一旦ここでセーブだけさせてもらっといて。ちょっと戻ろう。だからもうあとは手当たり次第開けたいね。もう全部開くから。あ、こっちから行くとややこしいな。だからまず上や。2階のあの部屋。 あの、なんか、ラグビー選手みたいな。おおここにも物か、お前。いいよ、でもこっちにはショットガンだよ。まだ18発、22発あるかな。おいふん。<laughs> 余裕やな。おお生きとるお前やるな。ほいもうないやろ。頭吹っ飛ばせばでいんな。ちょっと、すごい音してんねんって。おーおおぉ、窓、まだやるな、お前。まだやるか。 終わったな。上にもおんのかなとりあえず早くこの、このクリーチャーの謎が知りたいね。この、なんかわけわからん黒いぐちゃぐちゃしたやつの。なんでそんなものがあるのかっていう。はい。あ、これ、これな、これ何やったっけエブリン。あ、これがエブリンか。で、あの、前ね、あの、エブリンの部屋行った時にあの、リュウレイみたいなやつがな、あの、横切った。あれ、あの子や、これ。はい。ヘビの鍵。ついに来ました。 もう全部の鍵揃ったよ。ここはおばあちゃん。おばあちゃんいろんなところね、さっきあそことはもう、車椅子でよくここまで来れたな、お前。お前って <laughs>。おばあちゃん。おばあちゃん、車椅子でこんなとこまで来たん、これ。これおばあちゃん殺したあかんのかねでもおばあちゃんなんか今んとこ無害やからな。あ、これはこれ誰なんか軍人さんやね、これ。海兵隊みたいな。えー、ジャック海兵隊入隊記念に、おあ、ジャックかこれ。 へえ、ジャックあの、ジャックってあの、最初に死んだお父さんね。ジャックは、もともと海兵隊員やったみたいね。ああ、そうなおばあちゃん。ああ、どっちの、どっちのおばあちゃんのあんたは。え、ジャックのマーガレットのどっち母方父方うわー。うわー。え、取ったよな、俺今。撮ったよな。あーもうやめて。まあおばあちゃん、懐かしんでんのかなジャック死んだな、言って。まあでも悪い子やったからな、あの子言ってな、もう。 この子が全部やっていくわいで、この E さんがね。はい、ショットガンの弾。あ、これなんだ時計。えあ、動かせる。え、なこれはあ、これなんか謎解きかな後々出てくるのかあ,あ、いっぱい写真がある。この部屋は誰の部屋だよなのはい、ここはあ、バックパックや。 おう、これでもう大丈夫。所持重量増えた。もうこれで大丈夫やろ。はい、お宝の写真。わからん。お宝の写真が全然わからない。何かの設計図。兵器か。ほう。設計図がある。え、何これあ。ああったな、そういえば。カラスの鍵、あそこ開けへんとこ。あ、ここ行きたい。あの、鹿の、鹿の置物当たる子。あれ、どうやって行ったっけ どうやって行ったっけなあれ、何のルートやったかな合わせた。あ、でもなんか思い出したような気がする。あそこかなちょっと後で行くわ、これ。マン、マンハウス、メインハウス。はいはい、メインホール。なんか武器の設計図や。武器手に入るかも。これは何もない。えー、ここじゃあ何もないやん。あ、ハーブ。ここ何もないな。時計の、時計の謎解きもあんま関係ないみたいな。 感じやけど。で、あの、おばあちゃんも夜遅いし、もうねえや、ほんまに。な、体壊すよ、ほんとに。まあ、もう、もう死にそうやけどな。で、あの、ごめん、ちょっと周り、他のとこ見たいねんけど、あの、まずちょっと武器取りに行きたい。多分、この先やねんって。これ。ここの先行ったところにあった、なんか作業場みたいなところに、多分ね、あったような、違うかな。 なんか鹿のな置き物があったの覚えてて。そうやね。確かに鹿の置き物あってやん、あそこ。ここちゃうかなここや。ここの、そうそう、あのカラスの鍵がそう開けてないね。これ。これまだ開けてないのよ。おい。ここに。これや。これ何グレネードランチャー。<laughs> 来ました、グレネードランチャー。来ましたね。<laughs> あ、なるほど。じゃ、これを先に取ってきてあ、先に取ってこれんのかなまあ、とにかくこれがあったらマーガレット線だいぶ楽やったよね。なるほど。なるほど、なるほど。はい、ショットガンの弾もある。焼夷弾ね。あ、いいね。でもまあまあ今後これ役立つんちゃう逆にマーガレット線で弾使ってないから、これどっかで使えるぞ。いっぱい持てるし。いいじゃん。よっしゃ。回収完了。よーし。ああ。待って、これさ。 これさ、あれ俺持ってたかな,がらなこれかこれじゃないこれお宝の写真の場所じゃないこれ。なんかこの暖炉覚えてるこの柄。あ、あ、押せる。おステロイド。ステロイドって何やったっけ体力の上限アップ。やったあ、ちゃうわ。リロードが速くないんだったっけあ、ちゃリロードはスタビライザーか。ってことは体力上がったんかなやったなるほど。 え、でも他のやつがな、他の宝の場所分からへんやけど、まあ、覚えててよかった。今のは、覚えてたね。よっしゃ、じゃあちょっと戻って本館のまだ見てないところを見ましょう。蛇の鍵がいくつかあったはず。これでもね、流れはめちゃくちゃ分かりやすいね。あの、多分謎解きで言うとめっちゃ簡単。あの、もう難易度は全然高くないわ。ほんとに。めっちゃ楽。やけどなんか先が気になってワクワクする。ここや。これは誰の部屋や おうここもなんか子供部屋みたいなこれははいピアノ弾ける壊れているハーブ4月日オリバーは静かになったたまに天井をこんこん叩こうとがする すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた <laughs>。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜寝るときもピカピカだ。改造した。これ、ルーカスの部屋かな昔のルーカスの部屋みたいな、えー、?4 月、母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。 おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。おお、すごいパズルめっちゃするや259個目。薄野郎オリバーにお前の頭は病気だってからかわれた。薄野郎オリバー。オリバーっていう人物出てきましたね。知らんな。バースデーパーティーと嘘ついてオリバーをうちに読んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベソ書いて出してくれよルーカスだって。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。 ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対見つからないぜ。これあれかな今のやつなんこれ。てことはだいぶその、まあ、漢字も書けへんし、なんか知能がちょっと落ちちゃってるというかなんかそういう感じ。これ何あ、鍵。どうも。これが ボタンがある。ちょっとあれ置いとこう。なんかトロフィーとか出るな。ハンドガンの玉。これもトロフィーやろ自動工作大会。あ、でも昔の、多分昔のトロフィーっていうか昔の日記やろな、これ。これはバットやな。特に何も。自動工作大会2位。2位かよ。1位取れよ。 えー、自作ロボット選手権。んー。まあ、多分ね、ルーカスやと思うけど、ルーカスはやっぱ頭が良かったんやろね、すごい。で、いろんな発明とかなんかその、まあ、児童の中でもその、そういう、まあ、科学的にはそういうのをすごい、まあ、いろいろ大会出てな。で、それが狂ってしまって、いろんな狂ったものを作り出したみたいな、そういう感じなんかな。はい。で、このボタン。これなんだはい。これ屋根裏あ、屋根裏やな。 さあ、何かいるのか今んとこ何もおらんな。何もおらんっぽいな。はい、これは改築工事、ジャック・ベイカー。あ、ではここベイカーや。だから全員ベイカーな。えー、ジャック・ベイカー、マーガレット・ベイカー、エルーカス・ベイカー、エブリン・ベイカー、ゾイ・ベイカーですね。え、トレバー・チェ、チェンバレン。 メインホール投影機及び仕掛け扉の設置。お<ー>まあ、業者にやらしたいのね。はい。おもちゃの手斧なにこれ。ショットガンの模型。ほう。これ使い道がわからんな。おもちゃの、おもちゃの手斧とショットガンの模型。え、持ってった方がいいのかな何に使うんやろスペース空いた。スペース空いたけど多分、ショットガンの模型が持てへんのちゃうかなちょっと。スペースが足りないね。あ、ステロイド使ってないわ。 ステロイド、筋力を劇的に増加させ、体力の上限を上げることができる。あ、いいね。効果は永続する。<laughs> よし、これで死ににくくなりました。これで体力が上がって、ショットガンの模型を取れた。これショットガンの模型何なのこれ何使うの弾丸は発射できない。まあ、そゃそうやろう。これで戦うことはできそうにない。はい。うわ、ビデオテープバースデー2体。あかん、アイテムが溢れている。<laughs> どうしよう。<laughs> 一旦戻ろうかな。 ちょっと片付けてこようか、これ。ちょっと物が溢れてる、グレネードもあるしな。ちょっと一旦戻ろうか。ああ、でも、なんか、待って、なんかある。これも影やろ、結局。ちょっと戻るわ。ちょっと戻ります。ちょっとアイテム溢れてるから、ちょっともう一回、ちょっと整理していきます。外にもおるやん。うー どんどん状況が悪化してきとるね。で、今やってることは、改めてやけど、なんかルーカスがやってたのは、なんか二つのキーカードみたいな。だここに差し込むやつや。ここに二つ差し込む、そのキーカードみたいなの見つけたら、あの、ここに入れるよ、つって。で、ここの中にゾイも、えー、えっと、な、なんだっけ、ゾイとミアもうおるわけや。だそれを助けに行こうっていうことで、今それを探してる状態ね。はい。で、 ちょっとどうしようかな。グレネード使うことなさそうよ。ちょっと一旦片付けようか。で、回復薬も今のとこあるから、ハーブ片付けて、えー、っと、弾もあるし、ガンパー片付けて、この模型も片付けてこう。あ、待って、模型は使うかな。模型は使うかもしれんな。あそこで取れたってことは使うかもしんない。だからこれ持っていっとこう。で、これでいいか。あ、お宝の写真もええわ。はい、戻ってきました。じゃあ、あの、影を完成させて、 先に進もうか。で、このビデオも見たい。ビデオテープバースで。これも見たい。これ多分さ、あの、ルーカスがあの、誰やったっけベイカーベイカーとかいう友達を招いてなんかいたずらしたみたいな。多分その時のビデオちゃうかな。で、他に撮れそうなもんはないかなないね。あ、また家いいがある。これないろな。はい。じゃ、これ。これをまた動かして、今度は何人の形にすんの あ、これっぽい。これ逆にしたらあ、違う。こ、こうじゃないのこれ、これ、あかんあ、こうや。戦ってる人の絵やなあ、そこが開くんや。これ電子基板、青。あ、これか。ちょっと暗い。これね。来た。これが1個目。では、次、赤か。これは裁きと題された絵。 群衆に囲まれ、えー、も、群衆に囲まれひざまずく女性が描かれている。ほう。ほんまや。まさに殺されるとこじゃん、これ。えー、じゃあ、あと何やろ。蛇の鍵であと開きそうなところあったかな一個は見つけたけど、もう一個がちょっとわからないな。ここはあそこ開けたやろこっちが確かバスルームやね。そうやな。蛇の鍵、蛇の鍵、どこや開けてない場所。 赤の基盤は手に入ったから、あとは、じゃあ青や。青が手に入ったから、あと赤の基盤やねんけど、休館の方とかかな。ここのキッチンはもう関係ないのキッチンなんか変化あるキッチンは特に変化ないな。おああ、そうそう、ぶちまけられてな。おああ、ここに持った。あし。はい。ま、この辺にもあいつら湧いとるけど、 特に変化はない。蛇の鍵？どこやろう。めっちゃガサゴソとなってるけどやめてもう。引きつけて、引きつけて、おい。もう一発あまだ死ねへんのかお前。ハンドガンな。死んだ？死んでないな。死んだ？あ死んだ。よし。うんー。どこやろ。とりあえず一回差し込んでみる。 ヒントかなんか言ってくれるかな蛇の鍵。旧館の方にあったかな一旦青の方に差し込もう。これね。あ,あ、あヒントなしか。ええ。どこやろここかここでも何もなかったよね。これあのー、あいつあの、マーガレット倒したのかねえけど。 ここ別に蛇の鍵とかなかったよな、別にな。まあ、探索がてらもう一回来たんやけど。えー、どれやろうあ、これ向こう側から施錠。何にもないよな、ここな。ちょっとね、手がかりが全くわからなくなりましたね。特に、変わりはないですね。てことはどこやろう思いつかんな。 このカラスの扉開けたもんな。これを開けて、行ったやもんな。これじゃないね。ここはあれ俺こんなとこ知らんぞ。あ、あっちゃわ。ここ無課電とこや。ああ、無課電とこや。気持ち悪い。休館の方も何もなかったね。あとはここの時計や。 これや。はい。おばあちゃんまだいます。おばあちゃんまだいます。で、あ、この目も見てないかも。すべての時計と同じ時に、あ、あ、書いてあるやヒント。すべての時計と同じ時。すべての時計。他の時計を探せばいいのかヒントあるじゃん。あ、ある。時計がある。え、これ時計やんな。はい。えー と10時15分ですね。10時15分。はい。えー、十十十10時15、これ。おおすごい仕掛け作ったのこれかこれが赤の基盤への道かな、うん、何ちょっと一応武器は持っときますけど何何おおおおおおお 閉めないでよ、ちょっと。閉めないでよ。<laughs> 閉められてんけど。え、な、な、罠なんこれ。え、帰り道あるよね、もちろんね。暗いな <laughs> 暗いわ<は>。<laughs> 電気つけよ。おうおう。 おお、ひどい匂いだ。うわ、うわ、なんか、動物でなんかオブジェみたいなの作ってる気持ち悪い。これが、あ持てない。持てないけどあった。赤い基板。うわぁ。血の色。うわーこん、すご、すっごい匂いやろうね、こんなとこ。はい。競争弾。なんか違う弾があるね。え、どうしよう、何捨てようかな。まあ、スペースとりあえず開けた。 これで、電子基板赤。来ました。これであそこ入れる。で、競争団。他は何もない。すごい。こんな部屋持ってたの、ルーカス。えぐいね。で、鍵を外した。あ、ここで繋がってくんね。なるほど、これか。はあ、ははあ、ここに繋げたんや、部屋を。あ、 これさっきのあれや、あの、外側から、あの、内側から回かかってるで開けれへんかったとこ、ここや。へえ。まあ、まあ、わかった。ま、あでももう用はないやろ、ここには。じゃあちょっとアイテム、え、待って。ああ、ちゃうわ。だからベッドが <laughs>、ベッドが閉じてしまったからこっちから戻らなあかんねそうか、そうか。なるほどね。はい、出ましたー。あい一発。まだ玉あるよ。二発。はい。はい、まだ来た。はい、まだ来た。どうも。 お疲れ様ですご苦労様でですすまあでも多分おおよその予想ではあの点火したやつそのなんかあの最初の方のメモでさあの死亡死亡点火点火って書いてあ,るあの点火やと思われだからあの夫婦とか旅行中の夫婦とかあの放浪者のじいさんとかみんなああなって思ったん、ね、来たなお前まあでもセーフハウスに入れば来れへんでしょうなあちょっとアイテム整理しようこれでちょっとおもちゃのショットガンとかちょっと使い道わかんないんで一旦片付けときます で、基盤赤でしょう。で、ガスバーナーも今いらないんで、戻しといて、競争弾。ハンドガン弾に通常よりも多くの火薬を詰めたもの。威力が大きく向上。あ、いいね。なるほど。えー、消弾。グレネードランチャー。この辺を持っていきましょうか。絶対戦いになると思うね。あ、じゃあビデオもある。ビデオ見よっか、まず。ビデオ見た方がいいな。ビデオ見るのと、あと鍵は多分もういらんな。ち一旦片付けます。 あ、ちょっとビデオまず見よう。ビデオ見れへん、ここ。ここは見れないか。ビデオ見れるとこどこやったかなセーフハウス見れるか。ちょっと、セーフハウス戻ってビデオ見よう。あ、電話や。あいつやな。多分ルーカスやな。 の地盤でパーティーに参加できるからな遅れねえようになミアと話をさせろまあまあそう焦んなってその前にまずはパーティーだろパーティーの場所はどこか分かってるよな中庭から入れるぞほらさっさと行けよみんな待ってんだからな <laughs>